どうも皆さんこんにちは、ケヤキのショートキです。イエーイ。はい、ということでね、フジです。ゆうちゃんです。バッシーです。りょうこです。あさんです。以上、ケヤキのショートキです。お願いします。お願いします。まあいいや、まあちょっとあのいつもと違うゲストを、ね、お迎えして、りゅうちゃんとバッシーと、はい、りょうこちゃん、あの全員ね、真田十遊伝、うちがね、9月にやった公演に、まあ、出演してもらったバッシーさんでございますよ。はい、どうもなの、いけんの。ええ、なんかさ、ちょっといつもとさ、全然空気がさ、なんか、俺は暗いキャラじゃなくて、なんか、絵面がさ、ちょっと、はい、なんだろう、神話性がさ、良くないよね。神話性いつものさ、ショート級 TV じゃない、大体黒いないじゃん、ショート級 TV が。2人ともなんで黒なの、お前。なんで黒なの。我らがいるだけで急になんかジェネレーション感が半端ないんだよ。ジェネレーション、どうすんだよ、富士が霞んじゃってんじゃないの。大丈夫です。大丈夫今日はもう、はい、もうちょっと前に乗り出した方がいいんじゃないの。もうちょっと前に乗り出した方がいいんじゃないの。いや大丈夫です。前に行ってください。すぐ下がろうとすんな。はい、ということでね、はい、今日何していくんですか。今日はですね、こう、ライターを使って、うん、ライターチャレンジをやっていこうと思ってます。ライターチャレンジ、ライターチャレンジ、なんか説明してください。これをですね、ライターを1回でちゃんとつけれるかどうか、うん、つけれなかったら負け、それだけ、それだけです。シンプルだね。それだけです。わかりやすい。そんなハルトの前のそのノリ全然ついていけない。ちょっとこいつ浮き足立ってる。浮き足立ってる。ゲストの声あるよ。ちょっと何に浮き足立ってるの。大丈夫か。大丈夫です。じゃあやっていこう、はい、で負けた人は罰ゲームで初恋の話をちょっと赤裸々にしてもらおうかなと思います。初恋話、ね、ゆうちゃんの初恋期すぐ言います。すぐ言います。すぐ言います。なんならじゃあ今言ってもらおう。今まあ一発 KO だとちょっと数だから、まあ3回ぐらい、2回までアウト OK でしょうか。ちょっと試しに。カチカチアウト。いや、あの、まあ、カチカチ1回、まあ、つかなかったらもうそれでワンアウトで、それが3アウトでチェンジってこと。なるほど。3アウトで。なるほど。9時から時計回りか。はい。じゃあちゃんとしっかり真ん中持っててね。はい。おぉ。硬いね。おぉ。さすがプロ。さすがプロ。ライター歴何年。まあまあまあ20年ぐらいは。いくつから知ってんだよ。いくよ。おお。余裕じゃねえか。おお。やばい。反対よ。待って、緊張してきた。緊張してきた。するんですか。そうだよ。そこからする。そこからそこすって。ちょっと待てよ、急に18禁チャンネルが出す。なんでですか。なんだよそれ。まだあって説明したんですか。お前聞かれたぞ。聞かれたぞ。ライターの付け方が分かんない。してくれてんねん。付けたことないですよ。つけた説明したっすよ。そうそう、そこを回しながら押す。押す。付けたことないって今時ね。タバコ吸わないです。ああ、そうね。嘘だろ。嘘だろ。結構ここ硬いから、ここの、この要するにこうネジネジとこの銀のとこどっち回すか。両方、両方押しながら回す。あー、もう違う違う。あー、1ミスだわー。シェー、今1ミスだわー。シェー、ここ1ミスだわ今の。原始人。初めて火を起こせると。タイムスリップしてきたの。いやいや、無理やりせんみたいな。でも火花落ちたね。まあまあね。あれなんかこれ余裕だぞ。はい。余裕がいいんだよ。うん、今見て思いました。ここ見といて見といて。もうここまで行っちゃうの、ここまで。全部入れといて。そうそう、なんでついちゃうかな。全部ボケの声だよ。そうそう、すごい。来たよ来たよ。力入りすぎちゃったな。ちょっと力入りすぎちゃったな今。なになに、話したいだけなんじゃないよ。バッシーさんがリュウちゃんさんにあげたいなって思ってるんで、勝たなきゃいけないんですよね。そうだよな。そうだよ。もういっちゃう。両方だけ5アウトまで。まあまあまあ、ちょっとかわいそうで。あとここから俺たち2連続。2連続。シュッシュッシュッ。はい、いきます。
いいね、すげえつくな。あ、もう全然、もうすごい優秀なライブ、無駄な力が全然入ってない。すごい軽やかにやってる。あ、全然、はい、全然いけちゃう、全然大丈夫だ、全然やばい。おあ、もう撮ってるの？撮ってるよ。あ、撮ってるんだ。撮ってるよ。あ、撮ってた。あ、なんだ。おーい。いや、無理無理無理。これ今撮れ3、3ですね。あ、撮ってたのか。撮ってるよ。よし、ちょっとじゃあスイッチを入れないと。おい。おい。どうなってんの？あ、リハーサルだと思ってた。一応基本一発撮りなんで。なるほど。いきまーす。前の初コバージョン来たからね。ふざけんなよ、お前。軽やかね。どんどん。おぉ、やべぇ。油断するとね。そうですよ。はい、もう分かったもん。頼むよ、つけてね。あれだぞ、あんまり離しちゃダメなんだよ、ボタン。そうだよ、ここ押し、そう、そっちに行ったらもう。おぉ、初体験。その顔を見せてあげたかった。すげえ嬉しそうな顔してた今。来た来た、ね、うえぇーおぇーテンポがいいよ。ミスる気がしない。マジテンポいい、テンポいい、テンポ。おぉおぉ、慣れてきてる。もうできる。もうできる。もうできる。やべ。せっかせっかせい。あ、ミスる気がしない。ミスる気がしない。ミスる気がしない。来た。はい。よっしゃ来たぜ。どうした？今。こういうことだよ。3、3、1、1、1、1か。ああ、並ん、まあまあまあまだ。まだ大丈夫。緊張してきた。なんかちょっとね、お気に入ってます。置いたないかな、今の置いたない。お気に行くよ。いや行くよ、それは。もう俺もだってノールックですもん。おお、もうノールック、かっこいい。ノールックよ。うわー、いやー、おーおー、もうテンポだ、テンポ。おっしゃ、このスピードで行こう。あ、いいね、行こう。2回いける。おー、じゃあ次から2回行こうか。よし、はい、優秀なライター。おー、はい、ちょっとアップですね。ミスれ。
いや、バッシーの初恋聞きてよ。いや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 、はい、いや期待してるよ、みんな期待してるよ。緊張感あるね。よし、はい、テンポ上げていこうか、テンポテンポ、はい、はい、はい、よし、ごめん、今俺ね、吹き消したこれありだっすか、俺今、吹き消したよ、今ついてる、結構グー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 、よっしゃー、怖すぎる、ほら、りょうこが、りょうこが、あセキララに語ってもらおう。まあそうですね。ね。まあ初恋はまあ小学校の1年生、同級生ね。同級生、幼馴染の子なんです。お、幼馴染。はい。まあ本当にね、あの漫画でよくあるパターンみたいな感じですよね。ここまで聞くとね。なるほど。はい。まあね、あのその子をね、1年から3年生ぐらいまでずっと好きだったんですよ。3年間。お。まあ毎日遊んでたし。まあね、あのよく喋ってたので、まあ、これがね、恋と気づくには3年かかったっていうわけなんですけど初だから分かんない、そうそうそう、初だから分かんないから、この気持ちは何なんだろう、えですね、最初の1、2年の頃は別になかったんでしょ、そうです、3年になってから、ね、そうですね、芽生え始めた、あ、この好きは女の子としての好きっていうことなのかとね、感じた時にですね、まあその子はね、あのサンリオのキャラクターが好きだったので、お、はい、僕はね、そのハンカチをなけなしのお金で買って、おお、プレゼントして、お、男だね、すごい、そう、そう、そう、それでね、まああのやっぱりあのその子があのやっぱハンカチとかって小学校の時みんな一つ持ってくる、うん、だから使ってる時にまあ陰で見てニヤッとしてあれ、俺の使ってくれてるちょっとすごい気持ち危ない感じなんだ、んだけど急に使ってるのよ危ない感じがいいタイプだった、毎週水金使ってるのよ、なんで水金だし、タイプの後とということでね、はい、いやライターチャレンジ意外といや盛り上がったね、びっくりした最初、ね、こいつ空気読んだな、いやね、いやマジで仕事したいい仕事したよね、あれ誰のだっけ、僕のやつです、あ、マシ、大切にしてあげてもね、ありがとう、はい、ということでね、皆さん、はい、本日はご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またね、バイ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 、オーケー。